さて、ご案内の通り、我が国の安倍総理は、去る3月15日に TPP 交渉参加の意向を正式に表明されました。これに対し、11の交渉参加国は、日本の参加をすでに承認しており、アメリカも7月下旬までに議会との調整を終えて、終える見通しであると強調いたしております。このような中、コパン、J グループを代表し、私より米国通商代表 USTR に対し意見書を送付いたしました。1点目は農業や食料への影響についてであります。日本政府が3月に公表した TPP による影響試算によると、農林水産物の生産額が3兆円も減少すると。 TPP は日本の農業生産に大きな影響を与えることが懸念されます。農は国のもとよりであるとの信念を持つ私たち農業者は、まずそのことを大変心配いたしております。このような農業の多面的な機能、つまり国土の保全、自然環境の保全、文化の伝承といった農業の恵みが失われる額として1兆6000億円という数字も出されております。また試算通り、食料自給率が27% まで低下してしまったような事態になっていれば、主権国家たる日本の食料安全保障は一体どうなってしまうのでしょうか。2点目は東日本大震災からの復興という関係であります。日本にとって東日本大震災からの復興へ与える影響については決して忘れてはならない視点であります。被災地の東北地方は我が国有数の食料生産基地でありますが、その農地の普及完了は現在では3割ちょっとでとどまっております。 J グループでは震災発生以来、復興より先にやるべきことはないと合言葉に、 J グループの絆を生かした取り組みを続けてきておりますが、まだまだ国を挙げて復興事業が必要であります。そのような中、 TPP がここに立ち向かおうとする関係者の気持ちを萎縮させ、結果として復興の妨げになってしまうことは強く懸念する次第であります。冒頭申し上げました通り、去る4月、世界で唯一の国際的な農業団体組織である世界農業者機構 W5 の総会が私の地元新潟県で開催されました。日本での開催は初めてでありましたが、アジアや欧米などから250人もの農業者が集い、国境を越えて各国の農業の発展を目指し、議論を深めることができたと思っております。 I have asked two questions. In the first place, critics of your organization would say that you are co-responsible for the inefficiency. 日本農業も大変な状況に置かれているというのは、私ども十分認識をいたしております。それで昨日でありましたけれども、マスコミ等で報道されました通り、安倍総理に対しまして26年度以降の新農政に対する提言を申し上げてまいります。